上新電鉄線経営電車は、1976年に登場した上新電鉄の通勤経営電車である。1970年代当時の上新電鉄においては、鉄道部門の収入減少が問題となっており、小口扱いの貨物の廃止や、自動閉塞化、停留所の委託化による従業員数の削減などの合理化策を進めていたが、一方で当時の上新線では、 ラッシュ時の平均乗車率が200%にも上り、その対策が必要とされたこと、また、折種も発生したオイルショックの影響により、鉄道の利用者が増加に転じていたことにも追い風を受け、1976年に輸送力増強と旧型車の置き換えのために、新潟鉄工所で、雲破線一も破線二百一区破線三百一の三両、編成一本が新造された。 群馬県の設備近代化補助とともに、当時から起動車、客車が主力製品になっていた新潟鉄工所が自社製電車の製造をアピールしたいと考えての売り込みもあったという。形式名の線は昭和51年に出場したことに由来する。20メートル級、変運転台、両開き片側3扉の客用扉を持つ全構成車体に、 屋根上にはグローブ型ベンチレーターを設置するという基本フォーマットは200型と同様だが、戸袋窓は廃され、また屋根形状は雨戸井から幕板までが直線的に傾斜した独特な形態の張り上げ屋根となっている。全面デザインは三両固定編成ということから増結を想定する必要がなくなったために非貫通型になり、踏切事故対策のバンパーをアクセントとして、 前方視界を重視した一枚窓になっている。塗装はそれまでの車両とは全く異なり、沿線在住のデザイナーの意見を踏まえて決定された斬新なもので、アイボリーチに、マクイタブに黄色の帯を入れ、この帯を運転台直後の客室窓部分にかかるように、前面バンパー直後まで斜めに下ろすというものだった。これは1981年に登場する国鉄185。 経齢バンダ台の斜めストライプ塗装にも先んじる斬新なものであった。座席はオールロングシートである。コスト面から冷房装置の搭載は見送られ、代わりに1両あたり7台の扇風機と車内の熱気を外に排出するために4台の排気扇が設置されていた。また、各車両の中間客用ドアの脇には車掌の車内巡回時のドア扱いの利便性を図って、 車掌スイッチが設置されている。電動車1両で走行できる200型と違い、上新電鉄では初めて電動車2両に機器を分散して1ユニットとして扱う MM ユニット方式を採用し、主制御機には2両分8機の主電動機を制御する、東洋電気製造製電動カム軸式アッコットフ、H8100 から769バイトを搭載する。 制御段数は19段で発電ブレーキは16段である。同種制御機は加速度変更機能を有し、運転台からのスイッチ操作によって時速 2.0kmS と時速 2.4kmS を切り替えることができる。減速度は通常時速 3.5kmS、非常時速 4.5kmS である。また、大加重装置を設けており、 定員200%まで一定の加減速度を保つことができる。台車は上新電鉄において初採用となる空気バネ台車で、雲破派1 0 0 1とモ派1201は、住友金属工業製 FS395、ク破1301は同 FS095 を採用した。車体指示方式はダイレクトマウント式、軸箱指示方式はペデスタル式である。 主電動機は200系のものと、同系統の東洋電気製造性の補え、極め付き自己通風型直流性粒子電動機、TDK806-7H で、中空軸平行、カルダン方式、定格出力 100kW である点は200型と同じであるが、本形式では2両単位の制御となり、並列接続時に4機が直列となることから、 端子電圧が 375V となっているほか、最弱回自率を40%まで取ることで、高速性能を確保している。駆動装置は、KD321BM ハスバ歯車一段減速中空軸平行、カルダン駆動装置を採用し、歯車比は 200K の84、15に対して、より牽引力重視の85、14とされた。 電動発電機は200型と共通の東洋、電気製造製 TDK362A を上昇化のため2台、空気圧縮機は HB2000 型を共にも8201に搭載している。ブレーキ装置は、やはり上新電鉄において初採用となる、日本エアーブレーキ製 HRD-1 電気指令式ブレーキを採用し、常用ブレーキに加えてブレーキ故障に備えて、 直通予備ブレーキと手ブレーキを装備する。その他、ブレーキ指令読み替え装置を搭載し、救援時などにおいて200系以前の自動空気ブレーキ装備車との並結運転を可能とした。これは、立交回路等の故障によって、本形式の牽引回送を行う際に、牽引役車両の雨ブレーキ装置からの指令によって、本形式の常用最大ブレーキ及び非常ブレーキを、 作用させることができるもので、電気指令式ブレーキ装備車と電磁直通ブレーキ装備車の連結を目的とした製品が多い中で比較的珍しい機能である。運転台の主管制御機には当時最新鋭のワンハンドル式が採用されているが、運転席自体は在来車に合わせて右側にある。パンタグラフは両電動車とも高崎側に一機ずつ搭載されている。 警報装置には上新電鉄発となるメロディホーンを搭載し、車内放送用に日本国有鉄道の特急軽車両などに装備された鉄道消火の車内チャイムを搭載した。電気指令式ブレーキとワンハンドルマスコンを採用し、さらに斬新なデザインの車体と塗装は当時の地方私鉄の新型車両としては画期的であった。こうして1977年に 鉄道ともの回路レル賞を受賞した線型は、上新電鉄のフラッグシップとなった。1981年には冷房装置を搭載した、モデルチェンジ版ともいえる6線型も登場している。しかし、年々モータリゼーションに伴う乗客の減少が、進行する中で三両固定編成は輸送力過剰となっていき、加えて、斬新な仕様ながらも、比例防車であった、同系列は、 1990年代に入ると、利用者の減少に加えて西部から譲渡された、冷房車の150系の入線で、経年が浅いにもかかわらず朝夕ラッシュ時の専用車となっていた。2001年8月12日をもって三両編成としての運用を終了し、自社高崎工場で日本電装の出張工事により、以下の改造を行った。 こうしてクモハ1 0 1クモハ1201の二両固定編成と増結用クハ1301となった1型は2002年1月4日より営業運転に復帰した。ありがとうございます。